良いニュース。ビットコインスポット ETF、受信を通じてポジションを30億増額。ショックを受けたウォール街。現在最も可能性を秘めている通貨は何ですか ?ARB の大幅弱気に注意。金曜日に予定されている3つの大きなイベント。通貨サークルはどのような再編を迎えるのだろうか。富の蓄積チャンネルをフォローしてみてみましょう。 まずは待望の波のリバウンド。彼はついに来た。2週間の旅行中、私はみんなにボトムを買うよう進めてきました。何度も言いますが、B 波のリバウンドは必ず起こります。そして前回の番組では、大手企業がポジションを上げていることも強調した。さて、急上昇した今、彼は本当に来ました。徘徊家を言いましょう。 この波はまさにブラッドマネーだ。私はすでにラリーで利益を得ています。捜査を行う前に大手企業の動きを待ってください。では、この引き上げの正当な理由は何でしょうか昨夜の真夜中に、米裁判所 SEC の構想を棄却。そして同意する。明るさは新宅からスポット ETF ファンドに変わります。つまり、 グレースケール。初の承認されたビットコインスポットとなる可能性が高い。ETF も同時に。これはブラックロックやその他のウォール街の巨人たちの背後にもあります。ETF への申請が道を切り開く。とても怖いです。ウォール街は規制によって妨げられていることを知らなければなりません。BTC に直接投資するのは難しい。 しかし、相互 ETF を持ったら、それから彼らは、株の売買と同じように、ビットコインを合法的に売買する。それが怖いです。これは組織の束縛を完全に打ち破ることに等しい。そしてそれ以上に、ロビンフット、米国最大の株式取引仲介会社。今週は大きなメロンが出てきました。 あらゆる期待を超えて、データ表示。ウォール街の大手証券会社。3ヶ月で11万8000ビットコインを集めた。総額は30億ドルにも上る。世界で3番目に大きなビットコイン保有者になる。神様、これは怖すぎます。ロビンフッドの主な事業を知るには、株や債券を取引している。 この仮想通貨は彼のビジネスのほんの一部に過ぎません。でも今はどこにいるのかわからない。彼の中にはウォール街の巨人たちがいる。クレイジー買って買って。ロビンホールドにつながったこの伝統的な仲介業者。突如として世界第3位のビットコイン保有者となった。つまり、通貨圏は以前に急落しました。 多くの個人投資家が絶望して去っていく。でも集中して。でもそれは大変なことだよ。これらは追跡可能です。前回同様、主要プラットフォームの取引高は見ない。しかし実際には、本当のチェーンビジネスは、データは減少していませんが増加しています。強き相場の前に、取引所間の相互作用とビットコインの魅力、 徐々に減少している。これは当時の通貨価格の上昇とは大きく異なります。これは大手企業が放置から去ることを意味する。過去2週間で通貨価格が下落した。取引所内の取引高は大幅に減少した。ただし、オンチェーンのトランザクション量とは関係ありません。流出か流入かのどちらか。最近は上昇傾向にあります。 これは、取引所の個人投資家が徐々に市場から離れていることを示しています。取引量が大幅に減少。しかし、大世帯が代表する取引に恋をする。活動的になった。これも証明します。大手企業は過去2週間の急落を利用した。積極的にコインを貯めてそこを買った後。 取引所から自分のコールドウォレットに転送するだけです。しかし、PTC には明るい未来がある一方で。しかし、強気市場のピークに達したとき、それはわずか15万でした。この5倍というのは決して低い数字ではありませんが。しかし、私たち個人投資家にとってはそれだけでは十分ではありません。では、現在どのようなコインが購入できるのでしょうか。 実際、多くの視聴者は知っています。年末のカン君のアップグレードで OP と ARB が本格化。しかし、なぜ今 OP がこれほど上昇することができるのでしょうか。しかし、より強力なデータを備えたダブルベッドは低迷している。実はこのプロジェクトには大きな欠点がある。つまり彼は来年の3月17日に来ることになる。 高度で11億ドルのロックを解除する。これは彼の現在の総発行部数の87%に相当します。ああ、なんてことだ、とても大きなロック解除だ。B 価格が良くない場合は直接半額になります。そしてロックが解除されるのはエコロジー比率ではありません。しかし利益のため。ラウンド A 及び B における初期グループと投資家のシェア。 そのため、時間が来ると、スプリットプレッシャーはかなり驚くべきものになります。彼は1、2ヶ月早く倒れるかもしれない。ああ、皆さん、こんなことは信じないでください。お気楽な脳のように、ロックを解除するたびに急落しています。みんなからっぽだ、何回目だろう。だから ARB はそれまでに間違いなくクラッシュするだろう。金の穴を壊す。 今が底値を買うのに最適な時期です。でもこれは来年の話。年末にカン君をアップグレード。彼にはまだ多くの利益があるだろう。その時、誰もが迷わず案内できる。それから来年彼がロックを解除するまで待ちます。低価格で復活させてください。これはより良い選択でしょう。私たちはみんな、 大手企業のデータを見て活動することができます。もちろん心配な方はメイン OP。OP にはそんな大きな地雷はないよ。したがって、明らかに買い OP を購入する人が増えています。変動を見ればわかる。非常に活気に満ちた人々が売り買いしている。非常に多くのプロジェクトは実際には良いプロジェクトです。ただし、トークンモデルを理解していない場合は、 そうすれば間違いなく苦しむことになる。アプリや ID のように誰もが見たことがある。これらのプロジェクトのコンセプトはとても良いです。しかし、トークンモデルではそれがうまくできません。直接エアドロップ現金自動預け払い機に還元される。買う人は半分に切る人。従って、コインの選択は間違いなく大きな問題です。 強気相場でも上昇しないコインもある。一部のプロジェクトには主要な機関が参加しています。そしてこの賭けのロックを解除するものは何もありません。どちらも50倍以上のポテンシャルを持っています。つまり同じ強気市場。間違えると5倍稼げるかも。正しいものを100回購入することは単なる出発点かもしれません。だから同じ資金。 結果は95倍悪くなります。そして、長期的な潜在通貨に加えて、日々の短期業務も充実。この波 B は跳ね返す、ポジションをひっくり返そう。難しい話は抜きにして。次に見てみましょう。金曜日に予定されている3つの大きなイベント。一つ目は、米国証券規制委員会が9月1日に声明を発表するということだ。 それは今週の金曜日です。複数のビットコイン ETF 申し込みへの対応。先ほどグレースケールが勝利したと言いました。ウォール街の巨人たちの応用。もしかしたら金曜日に続くかもしれない。プロモーションの新たな波が到来する時が来た。しかし、また遅れる可能性もあります。承認する前にしばらくお待ちください。ともかく。 ニュースがないよりは、今ニュースがある方が絶対に良いです。来週金曜日の SEC の回答を楽しみにしていてください。そして金曜日の2番目の大きな出来事は、つまり、米国労働省は午後8時30分に到着します。8月に発表された米国の失業率、そして大規模な農場の雇用データ、 潜在失業率は3.5%だ。そして市場は3.5%と予想している。結果が予想より高ければプラス、そうでなければマイナスです。米国の非農業部門の雇用データの潜在的価値は18万7000です。市場予想は16万8000件。従って、これは予想よりも低い結果であり、ポジティブです。予想よりもマイナスが大きかった。 こういうデータが出てからは、このチャンネルでは随時更新していきます。金曜日に注意しなければならない最後のことは何ですか ?FRB 当局者の発言だ。アトランタ地区連銀の大統領。6時にボスディック氏のスピーチ。クリーブランド連銀のロレッタメスター総裁と。インフレ講演会午後9時45分。 時間があるなら聞いてみてもいいよ。ともかく。BTC のスポット ETF 採用は確実。承認は時間の問題。完全に壊れるだろう。施設の首に以前かけられていた足かせ。それまでに入れない主要期間。合法的な入学。これは間違いなくマイルストーンの特典です。それで。 来年の強気相場は間違いなくあなたと私の想像を超えるでしょう。3年間の忍耐がこの瞬間を待っている。さて、今日のプログラムはこれで終わりです。みんなクリックして購読してください。次の強気相場で一緒に金持ちになり、自由になりましょう。バイバイ。